ちょっとボールをそらして池本からパスが出た。さあチャンスだ。シュート出るか。切り返してシュートを決めた。14番の平井、移籍後初ゴール決めました。そして徳島県出身の平井、阿波踊りも披露しました。移籍後初ゴール、これで2対0。サポーターとともに喜びを分かち合います。14試合ぶりの先発起用に応えました。2対0。相手のミスからチャンスを作って最後は冷静に決めていきました。最後はここ切り返してシュート。大観衆のサポーターのところにしっかりとシュートを決め込んでいきました。駆動も追っていったんですが、最後は